挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。今日はチャンネル登録者様が10万人を切ってしまったことについて僕なりの考えをお伝えさせていただきます。もう表記を見ればわかるように 9.99 万人となってしまっていると思います。6月12日に10万人突破記念100期夜行ということで生配信をさせていただいて、その時に視聴者の皆様からたくさん祝っていただいて、これからも頑張りますと改めて決意表明もしたんですけれども、その後呪術廻戦が1ヶ月ほど休載に入りまして、その期間に伴って僕の動画投稿の頻度が落ちたことがチャンネル登録者様が10万人を切ってしまった原因になります。ではなぜ最近メインチャンネルで動画投稿していないかと言いますと、最新話が出て新しい情報が公開になった時にその情報に合わせて過去こういうことが言われていたりだとか、視聴者の皆様からのコメントも参考にさせていただいて動画作りをしており、また最新話以外の動画もですね結構過去に上げております。なのでこの呪術廻戦救済期間に伴いまして、もちろん無理やり動画を上げようとすればいろんな内容で上げられるかもしれないんですが、先ほどもお伝えしたように過去の動画でも様々な動画をね100本以上も上げてきておりますので、自分なりのいろんな見解だったり視聴者様の意見っていうのは結構まとめてきたつもりです。なので最新話が供給されないタイミングで全然的外れな考察動画ばっかり上げるのも、今までこういう風に言ってきたのになんか変わってるよねみたいなこともちょっとね微妙かなと思ったので、そういった理由でメインチャンネルの投稿をお休みさせていただいております。なので10万人突破した時にですね、たくさんの方に祝ってもらったんですけれども、こういった形で下回ってしまって、あの時祝ってもらったのに申し訳ございません。このお休み期間は何をしていたかっていうと、主にセカンドチャンネルを更新しておりました。僕は前ですねこのチャンネルも、今は呪術廻戦についてメインで上げてるんですけれども、以前は約束のネバーランドだけのチャンネルになってですね、その約束のネバーランドから呪術廻戦に切り替えるって時にもやっぱり4000人ぐらいはチャンネル登録者様が減ってしまって、5万人も下回り10万人も下回るっていうダブルで下回る経験をさせていただいております。一つの作品をこう上げていくっていうのはもちろんメリットでもあるんですけれども、逆にその役年が終わった時の僕のそのデメリット期間というか、今まで一本だけでやってきた期間でこう低迷してた部分があり、もちろん呪術廻戦が人気になっていくに伴って僕のチャンネルもこう見てくださる方は増えたと思うんですけれども、僕はそういうことも過去に経験しており、いろんなところの動線が必要かなと思ってます。なので今このチャンネルで呪術廻戦はもちろん救済期間に上げ続けてもいいんですけれども、ただねこの救済期間だからこそできることは何だろうと思って、セカンドチャンネルに僕が他に読んでる作品をご紹介させていただいており、セカンドチャンネルを見てくださってる方はわかると思うんですけれども、概要欄やコメント欄にもメインチャンネルをよろしくお願いしますみたいなことを貼ってまして、やっぱりねもっとたくさんの人に呪術廻戦のこの面白さとか、みんなでこうやってやってることを知ってもらうには、呪術廻戦のこの領域外に出ないといけないかなと思っております。なのでこの救済期間はメインチャンネルを少しお休みさせていただいて、セカンドチャンネルにいろんな動画を上げて、他の作品の面白さもそうですし、新しく呪術廻戦を知ってくださる方が増えるように僕なりに今考えてやっております。ただやっぱり10万人突破した時にたくさんの方に祝っていただいたので、今回そのね10万人を下回ってしまって、黒さん更新せずに何してんだろうって思ってる方もいるかもしれないので、今回僕なりの考えっていうのをお伝えさせていただきました。もちろん僕はこのチャンネルのおかげで皆様に僕の存在っていうのを知ってもらえてると思ってるので、呪術廻戦が再開したらこのチャンネルもめちゃくちゃ更新していこうと思いますので、ただこの救済期間に動画の投稿が減った理由っていうのは今お伝えした感じになります。なので前回の動画でもお伝えさせていただいたように、8月2日から呪術廻戦の連載が再開するということで、その前日1日の夜1巻から最新話まで生配信で全て語るっていうのをやらせていただいて、そっからまたねもちろんめちゃくちゃ頑張っていきますので、僕の今思ってる考えっていうのをお伝えさせていただきました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。また今後も応援していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。